中日、片岡敦史ヘッドが積極補強に頑張って取っていただいた。片岡ヘッドは中田、中島、山本、上林、板山と名前を挙げ、課題は得点力と言われてるんで軸が欲しかった。その辺は頑張って取っていただいた。これはありがたいですよと素直に感謝した。頑張らんでも取れるっての。首脳陣が最大の障壁。中田意外ただの戦力外じゃねえか。ポジションかぶりすぎやし、足ばっかり取って編成下手すぎる。中田意外そこまで計算できんぞ。全く成果残せていないのに首や降格どころか昇格させてくれる会社とか喜んで尻尾振るわな。行く先々で無能さらしてるくせに、なんでこいつは指導者やっとるんや。言うほど補強か。まあ中田一人で大した金額ではあるが、落ちてるゴミ拾いして頑張って取っていただいた白さ。トレードもそうやけど動いてる感だけは出してる。まあ内心どうはレショボイ補強しかしてもらえなかったとは公に言えんだろう。2年連続400得点羊たちで伝説作ってほしい。あと3年連続再開で続投もしてほしい。フロント何か仕事やってる感出しとけばええねん。片岡って阪神時代に何か一つでも結果残したん？言うほど頑張らなくても取れただろ。中田はともかく他は他球団で戦力外になってるというのに、今いるコーチ首にしてコーチにした方がええやろ。ご視聴ありがとうございました。